も緊張しますね、安定の緊張感。6時45分から公演です。6時45分から公演です。公演です。リオピです。リオピースです。あ、リオピースリオピース、リオピースこう、うん、何でもピースリオピースリオピースリオピースです。あの今日はあ、そっち行ったんだよ。こちらこそ、チータです。今日は、6時45分からみんな来てくれますか。イエーイ。まだ電車、急げ急げ急げ、駅着いたらダッシュダッシュダッシュ。そうなんですよ、今から走れ、急げ力を試すんだ、急げ切れるぞ、ショーン機嫌。なんかちゃん可愛いナンバーはありがとう、センキュー。ちょっと揺れるんで落ち着きます。こんにちは、公演楽しみすぎるね、公演、公演楽しみな人を、はい、ごめんね、公演楽しみ、ね、今日はね、30日ぶりの、あ、30日ぶりって言うと1ヶ月ぶりみたいになるけど、7月30日以来の公演、8月4日、今日は8月4日で、5日ぶり、ミニオのままにするかも、セリがさ、6日ぶりの公演です。0分急にさ、ヤッホー、こんばんは、ヤッホー、ヤッホー、公演頑張ってね、ありがとう、頑張ります、頑張りよピー。これ何のマネやと思う、ピロミャンって言ってるからね。あ、公演楽しみすぎる、当たってた、公演頑張りよピー、ありがとう。ちょっとあれかな、ミニオの、ミニオのモノマネなんかな。今日の公演は西さんが揃っております。ちょっとめっちゃ画面揺れるな。よいしょ。止まれ。じゃあ終わります。それさ。はーい。はーい。会場待ち。まあパラシュートで向かってます。今日も頑張ります。なんでですか？空から降ってくるんですか？皆さん、いい一日頑張りましょう。バイバイ。リオピ愛してるよ。リオピ愛してるよ。ありがとう。今日は眉毛が家でしない。そうです。今日は眉毛がいます。説得して戻ってきました。眉毛のこと説得しときました。今日は眉毛も眉毛ちゃんがいます。ヤッホー。配信で見てるね。ありがとう。そう、配信でも見ててね。ずっと見ててよ。お願いします。西さん集結です。西さんです。西田がいますね。バイバーイ、バイバーイ。そうそうです、でもでも水色白できます、よろしく。水ペンライトは水色と白ですので皆さんよろしく。あ、水木さん、金のペンライトありがとう、イエーイイエーイ、ありがとう。クロス衣装着てない、クロスじゃないんですよ私。あ、ちょっと確かにクロスに見えるかも、これクロス、でもでもですけど、あれはユニットは。今日も天才的天使館やった、エンジェルだ、エンジェル、エンジェル、お機嫌いかがですか。もうベリーグッドです、ベリーグッド、リオピです。でもでも待ってるね、待ってて、でもでも待っててください。今日も頑張りますのでお願いします。今日は何に注目したらいい、何かな、今日はね、命のへその命のへその命のへそは全部なんですけど、注目してほしいのはサビかな、サビ、リオビの手もでもの涙、注目してみる、最高、そうだよ、手もでもの涙はあの水色と白にしてみてください、見てね。あ、次郎さん、これすごい、なんだろう、ココナッツジュースみたいな、ありがとう、アロハだ、アロハ、こうアロハ、次郎さん、金のマイクありがとう、
歌っちゃいますね。野原しんのすけ、すっけさん、レインボースターありがとう。わがままな流れ星だ。わがままな流れ星ありがとう。どこまで読んだっけ。今日もリオピ出てる公演は、あ、前で見れるジンクス期待、祈っときます。前で見れるように、前で見れますように、ジンクスが続きますようにお願いします。もうすぐナンバー、走れ走れ、急げ急げ、あ、電車だから急げないのか、急げ急げ、よいしょ。ミニとわがままな流れ星ですね。違います。なんかルンルンした二兵が来ました。牛に怒られない程度に見ます。あ、もう怒られるくらい見てください。今日は怒られるくらいでお願いします。息切れが激しい、激しいチャンネルすぎる。寝起き、リオピかわいい、ありがとう、やった。あ、寝起き感で劇場着いたので。いや、もう寝起き感ってどういうこと。ね、寝起きなの、寝起きなの。え、ちょっと全然始まった。え、なんか、え、すごい。始めます。何、隠し撮り。大阪まで行きませんが、あんた方の活躍をお祈りしてる、ね、ありがとう。えー、すごい、ハッピーバースデーってなってる。あ、え、すごいね。一足先にソフトクリームください。わかりました、ソフトクリームあげます。あ、来て来て、こんばんは。ソフトクリーム、すごいすごい。ちょっと揺れるな、これ。すぎる。酔ったらすいません。ナンバーついたらダッシュします。頑張れ。走れ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 。まあ、ちょっと。何の曲がお似合いでしょうかね。何でしょうかね。なんかにお似合いの曲ありますか。エスターランドリオピー、こんばんは、こんばんは。公演前に。こんばんは。また後で、後でね。ツイッターシェアしてる。してないよ。うん。エンジェルとお姉様たちでリオピとホノピーコールでいきます。よろしく、よろしくお願いします。今日もリオピ押し固まってるかなね、楽しみだね。いつも固まってるから。前髪が今日熱くなりました。今の最大塊人数は3人です。近くにいるよ、早く開いて。おい、ナイス、待ってるよ。最近公園にたくさん出てくれて、え、本当に、え、すごくない。30日も4日も出るし、次の公演はいつだっけな。え、マジで危うい。でも決めに夜公演何時間、18時45分です。もうすぐです。だから公演よろしくね、待ってます。エアミも今日いたらエンジェルとお姉様たちも集結してね。確かに前回は集結した。前回はいたっけ。前回はそう揃いました。こんにちは、タイから。あー、ありがとう。タイってなんだ挨拶。ハロー、ハローハロー。わからないから英語でいきます。でも絶対今やりたかったからダッシュできた。うん、あまり NMB に興味がないですが、いや興味持ってください。 NMB 押してね。ゆうちゃん見て目を、あーあーあー、皆さん、あー、洋服の系統違うね。え、取れてるよ。そうやね、取れてんね。最悪じゃない。うん、なんか寄せた、寄せた。寄せたね、なんか。え、なんか前髪違う。そう、前髪分厚くない。やんな。なんか今日雰囲気ちゃうもん。これで公園で汗かいても。レーニアが来た。今日の MC のお題は、お題は何でしょうか。楽しみにしててください。うん。そう。ゆうちゃん見て目を覚ます。今日見に行った。だから真っ暗なんか。目覚まし時計です、私は。びっくりした。え、今日見に来たの。そう、反省会に出たくて。めっちゃ怖いよ。そう、反省会人生でなんか急ぎすぎて。レイニャだよ。マジで。ピアちゃんに会いに来て。ええー、本当？そうだよ。おい、マナはどマナは会いに来てよ、マナに。マナちゃんに会いに来たよ。あ、セントンティーが。セントンティー。え、そうやね、出るのめっちゃ嬉しい。で、初めてのさ、人の生誕祭やからさ。え、初めて？あの、モラッツ。え、見た？え、ちょうだいよ。え、レイニャ初めてなの？そう、人のな、人の生誕祭初めてなの。初日レイプやもんだからドキドキ。なんやろ、なんかでも確かにまだもこんばんは。そう、次はね、10日だ。そう、10日のね、生誕も出れるんですよ。なのでもう3回連続、もうほんまに出たかった。レイニャが来ました。リオピ気がついてないと思うけど、かわいいよ、ありがとう。ユイナさんとだけ
ありがとう。レーニャー、レーニャー、10日は遊びに来てくれて、当選したらリオピのための早期。よろしく。ぜひぜひ、もうそれは絶対休めますので。見てください。メイクちょっと違う？リオピにお願い。ヨルさん？わかんない。どういう人ですか？8月4日だから橋の日関係かな。ああ、あれ MC の MC のお題かな。ヨピースしてたレーニャ。そうなの？待ってます。見てないわ。ホノピーが、ホノピーが、なんだっけ、頑張りヨピーしてたのは見ました、ツイッターで。ツイッターで双葉さん頑張りよピー、久しぶり。あ、やっほー、いちいちゃん、いちいちゃんとか言っちゃった。やっほー、久しぶりです。20日のキャンプね、20日のキャンプめっちゃ楽しみ。どうしたの？時間も後で教えて。なんか号泣キャンプとか書いてあって、号泣って何？いや絶対さ、裏のさ意味で号泣って、の泣く方の号泣も入ってると思うんだけど。よっか、劇場前に待機中、やったー、やったやった。東京は行けるから応援応募してる。あ、久しぶりだ、やった。来てね、待ってるよ。久々に公演前後の配信だから。号泣、そうそうそう、この上の号泣。絶対入ってる気がする。絶対。でも20日だからもうあと2週間くらいなので。みんな見てね。そうでも泊まりじゃないんですよ、残念なことに。少なくなってて前髪が、だから増やしました。裏テーマ号泣の予感が、うん、ね、だよね、はい、モフさん、またありがとうございます。どういうこと？号泣、あ、号泣、あ、そういうこと？号泣って号泣規制の号、号ってこと？あ、そういう意味もあったんだ。じゃあめっちゃかかってるんだね、号泣、号泣、号泣って。あ、こういうこと？生誕ティーハイ欲しい、違います、あ、ごめんなさい、やだ。生誕ティーハイ欲しいって見たよな、生誕ティー。 Go to も入ってるぞ。そんなたくさん意味あったんだ。私さん、ゴールド入ってる。あ、Go Q ってなってる。そうなんだ、知らなかった。それはじゃあめっちゃいい、たくさんの意味が入ってるっていうことで、まだ Go Q、 Go Q の涙の意味があるかわかんないんですけど、アイスクリーム、アイパクっていうのは出んの？へえ、静岡のアイス、次食べ、もう読めない。アイス出店してたから食べました。美味しかった。やったー。静岡な、抹茶ですか？やっぱみかんですか？適当にキュウついてるの。つけた説ある。いや、ありえますね、それは。ちょっとありえますよ。適当につけた説。なんか泊まりじゃないから肝試しはしなさそう。どうなんだろう。でも8時までって書いてあったんで。夜7時からとかやるのかな、やるのかな、嫌だね。リオピが出ます、生誕祭に。はい、出ます、出ます。ファッションショップっぽいな。餌餌伊豆疲れたね、めっちゃ何も熱ない。モコモコしてないの選んだ、だから。メインバスター、ありがとうございます。誰も号泣とは言ってない、確かに。でも絶対ありますよ、なんか怖いやつとか。スポーツ得意そうなリオピの出番です。私でもスポーツ運動神経、足とかは全然速くないんですけど、なんだろう、球技はね、何ができるかな、バレエとバスケと、あとはバドミントンと、テニスはあんまできないかも。あとはみんな当たれ、マジで皆さん来てください。あ、野球もできないです、ね、とかそのくらい。生誕 T シャツに買いにあさって何度行かない。もう出てる、出てないかな、わかんない。着いた、お疲れ。もうガンダッシュで来たんですね、お疲れ様です。この語尾がちょっと気になる。早く公園で会いたい、今日もお伺い。ありがとう、ありがとうございます。パチ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 、公園また待ってます。号泣号泣号泣、そう、号泣。そっちの号だったの。嬉しい。虫は嫌です。先輩 VS 9期、あ、ありえるかも。先輩メンバーさんもね、あの9期生と同じくらい出るので。あ、ジローさん、ラブのやつありがとう。あ、15分経過したので
ちょっと今日はねバタバタなので15分しかできないんですけど、男女読みします。では13位から読んでいきます。13位田辺茶さん、ありがとうございます。12位南原さん、ありがとうございます。11位ロヒさん、ありがとうございます。10位モッキンバードさん、ありがとうございます。9位ジュニアさん、ありがとうございます。そして8位キクちゃん、ありがとうございます。間に合ってよかったです。8位テディさん、ありがとうございます。そして7位、はい、マットジャックリロイさん、ありがとうございます。6位マスオさん、ありがとうございます。5位ジローさん、ありがとうございます。あ、4位、うん、あじゃない4位トケちゃん、ありがとうございます。3位ユージローさん、ありがとうございます。そして2位野原慎之介さん、ありがとうございます。そして1位みずきさん、ありがとうございます。はい、皆さん、あの公演6時45分からです。待ってます。ありがとうね、来てくれて。はい、それではまた後で会いましょう。またね、バイバイ。言わせてもらいます。ちょっとマジで光栄すぎるな、それは。待ってます。